成尾崎、力を使うのをやめたらどうだ。分かったよ。先生のためにこの力は使わない。もしかしたら何かいい方法があるのかもしれない。僕やあいつがこの世界でうまく生きていく。今やっと自分なりの罪の償い方を見つけたんです。果たしてみようと思ってるんです。その自分の使命。使命？久しぶりだな父さん。信じ、君にやってもらいたいことがある。断ることはできない。父親として責任を果たす。信じ、俺と一緒に死んでくれ。初めて父親らしいことしてくれるんだな。龍崎、龍崎どこだよ。起爆装置を止めろ。お前止めよ。ダメだ、すり替わってる。神の手と悪魔の手、龍崎と葵は実の兄弟よ。25歳男性、爆発事故に。28歳男性、現場が爆発事故です。何やってるんですか、やめてください。どけ。彼は神の手を持つ男です。気を失ってるだけだ。心配だったら検査でもしてみればいい。治せるんだ、自分で自分を。オルトロスの犬が最後にどうなったか知ってるかい。死ぬんだよ。ヘラクレスに殴り殺されてね。気が散るから出てけ。分かった。信じ、無事だったのか。お前、自分の怪我を治したのか。自分にはこの力使わないと決めていた。あんたに死んでもらうわけにいかない。俺と凌介がどうなっていくか見届けてもらう。直すな。直される資格はない。俺は逃げ出したんだ、お前たちの宿命から。でもあんたは戻ってきた。俺のことも村のこともきれいに忘れてのうのうと暮らしてると思っていた。なのにあんたは俺のことを忘れてなかった。信じ、俺を殺し自分も一緒に死ぬ覚悟までして、全くバカな父親だ。俺はお前を守りたかった。だから凌介を母さんと行かせた。どういう意味だ。神の手の力はやがて村を滅ぼす。その時鬼の手が神の手を消し去る。それが鬼の手の使命、村の言い伝えだ。弟に兄を殺させる、そんなことはさせられない。触るな。
その力は使わなくていい。もう父さんはお前を苦しめたくない。直さないんですか？実の父親は死にかかってる。重要参考人として話を聞くつもりでしたが、無理なようですね。あんたの方がよく知ってんだろ。教会で何が起こったのか、誰が俺を殺そうとしてるのか。神父さん、聴診器。はい。コンビニがあるんで血液持ってきて。はい。何ですか？鬼の手は神の手を消し去る。消毒。それが使命。ナコ。どういう意味ですか？なんで俺の力を。凌介。待て。はい。あいつを救ってくれ。救えるの。なんで直さなかった？なんとか言えよ！怪我を直してやったんだ。礼ぐらい言ったらどうだ？なんで俺だけ直した？お前！龍崎はひどい男ですね。見殺しだ。しかし辰巳さんも少しは報われたでしょう。最後は身内の方に見取られたわけですから。辰巳さんはあなたの本当の父親ですよ。何言ってんだよ凌介。お母さん、あなたに話があるのよ。大事な話なの。
竜崎はそれを知っていて直さなかった。いや、知っていたから直さなかった。彼に兄弟だってことは教えなかったのね。何を企んでるの？竜崎はあの爆発で無傷とはな。直したのよ、神の手で。見ちゃったの？竜崎は自分で自分を直せる、直せないって言ってたの。彼を死体にするのは難しいわね。頭か心臓一発でドカンと撃ち抜くか、爆弾でこっぱみし、いずれにしろ秒殺の。神の手を持つ男を殺せるのは悪魔の手を持つ男しかいない。どこか痛いの？ん？痛いよ、すごく。痛くて苦しいんだ。大丈夫？シュナ君が痛い痛いのどんだけしてあげる。痛い痛いのどんだけ。痛い痛いのどんだけ。俺の本当の父親。竜崎は直さなかった。爆発現場の遺留品は鑑識に回した。紛失したことにしたから沢村には持っていかれない。沢村の尻尾をつかむ証拠って？先に聞いちゃつまらんだろ。ミステリーは地道に解くな。真珠は無事よ。親父は？誰の？真嗣のだよ。辰巳は真嗣の親父だ。龍谷村の先祖はクジラを追ってやってきた外国人だと言われている。船が難破し漂着してあの地に身を隠した。隠れキリシタンよりはるか昔から密かにキリスト教を信仰していた。だから他の村とは一切交流を絶ってきた。真嗣が生まれた龍谷神社は表向きは神社だが本当は教会だったそうだ。龍谷村には言い伝えがあった。数百年に一度その手で触れるだけでどんな病気や怪我も立ちどころに治してしまう神の手を持つ者が生まれる。神社の御神体である人の手のミイラは500年前戦国時代の神の手を持つ男のものと言われていた。言い伝えには続きがある。